あれめっちゃ綺麗なところでやるじゃんって思って。そうか、だって稽古はねずっと稽古場と、はい、変わらない場所じゃないですか。散々言ったもんね、もうあの木の棒で木の棒、木の棒で、そうですね、そう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 、あれも何回も見ましたよ私。何回も見せましたねえ、はい、まあ本当にね、なんかあっけないんだよね。そうですね、うん、終わる時は一瞬でしたね。ねえ、あっけない、え、終わりですかとか聞かれる時もあってね、終わりですかって言ってましたけど終わりですかって、終わりですかみたいな、俺もあ、そうかっていうか、ね、まだ、まだなんか言い足りないところもあったりとかしてね。まあ、あの続編とかでね、まあ、その話もあったらまたご自身のことも含めることもぜひと思うんですけど、ちょっと写真見ていただいていいですか。これあの実はこれひどい書、ひどい書って何が言うか分かりますか。ひどい書っていうのはこれ、これノースリーブですよ。これ真夏の格好やん。激寒の、そう、もうこの日、まあとにかく早朝に実はなんか集合っていうかね、ご飯に集合っていうか、だからこれ朝日を狙ってのねシーンだったのでね、早朝に集合なんですね、うん、でもう朝日が上がった瞬間にこうトレーニングの朝の早朝トレーニングを込みで、ここにリナがこうやってくれて、皆さん本編見ていただいたら分かると思うんですが、激寒ですよ。11月もこれ下旬になろうとしてる早朝ですからね。もうなんかそんなのにこんなノースリーブでね、真夏の格好でやれたんだってね、もうなんか寒っって思ってなんかとにかく寒かったですね。ずっと大きい声出してました、気合い入れのためとかね、はい、まあ、とにかく寒くてね、もうこれこういうまあ、でこう皆さんこうシーンがこのシーンです。鼻の子をブーンってこう舐めてね、ドローンがこうでこう自分に田橋純に近づいてくるというね、このこういう、まあ、シーン、こうドローンが飛んでたんですけどね。で寒かったねめっちゃ寒そうに、ね、してる。そしてあ、うん、さあこれ見てください。リナね、これリナも寒そうだよねうん、これ後半でね、監督に寒かったですね、うん、いやでも、うん、あの景色が綺麗で、ああそこが今から大事なシーンや、ね、めっちゃ綺麗なところでやるじゃんって思って。そうか、だって稽古はねずっと稽古場と、はい、変わらない場所じゃないですか。それにロケ地は行ってなかったもんね、はい、これで初めて行って、はい、あ、ここでやるのかって思ったね。ちょうどその、うん、やっぱ朝方だったんで、はい、めっちゃ綺麗で、そうだったね、そうだった、そうだった、もうあ、それに見とれてるんだね。リーダーって意外とそういうこうね、あのちょっと見逃さないんですよねそういうところね、はい、だけどまあね、うん、もちろんこれ夜明け前にっていうことだったんですけど、はい、まあ稽古の話に戻るけどね、ここに来るまでのそれでさ、一生懸命やってさ、何回もあれしてんな、くっそ波だけになるのかって思ってさ、俺本番当日波見た時ちょっとトラウマだったもんね、うん、まあ波綺麗でしたもんね。いや俺がそういう気持ちじゃありませんだって波だけになるよって言われたことがこうなんかあれしなかったのでこうちょっとこうヘッドバックしてくるじゃないけど、なんかこれだけになったのかもしれないのかって、よかったってほら頑張って100点満点取った日あったじゃないですか。そうですね、まずこれだったですよね。いや、はい、いやなんか監督がうーんって言っててほら最後にさ覚えてる子がってなってて、どうかなどうかなと思ってさ、うん、俺100点って言ってくれたかなと、でも100点って言われた時はもうリーダーともさハイタッチしたもんね、はい、それで臨んだこの後半のシーン、もうそう、でもリーダーは波が綺麗だと思ってほしいですよ皆さん。俺はもう波見た時にもう別のこと考えちゃうんで私、まあ、さすがだな、もう俺親父引きずるタイプですよね、もうなんか波見たくないみたいな波恐怖みたいな、そうそうそうお前たち波来るなよみたいなぐらいで、もうなんか本当にそれは考えなかったですね。強えな相変わらず、もううちの娘どう思います皆さん、もう本当にいつもこうやってね、あこうデコボコのコンビでね、みんなに助けられて、こう
なんですけどね、もうそれはそこはね、もう本編中通りです。もうね、まあ、リアルの方がもっと助けられてるかもしれませんけどね。はい。まあこれ監督ね、さっきになってましたけども、自分もこういう格好で、まあ演技プランというか最終の演技プランをね、監督とこういう風な感じで行こうと思いますっていうことで、今そういう気持ち入ってますからっていうことでお話し差し上げた覚えがあるんですけどね。もう監督もうんつってもう100点出してるから、あとはもう150点いけようみたいな感じでしたね。はい。もう国がどうですか、改めてこのシーン、ほら、光もあれば闇もあるっていうね、良いことも辛いこともっていう、まあシーン、今象徴的な、シーンですけど、まあこうですね、光もあれば闇もあるっていう、この何回見ても分かんないってみんなに言われたね、はい、このシーンですけど、そう、英語で書いてね、引用理論って言うんですけど、なんか一回逆でやりませんでした、なんか私が棒を持ってやったああそうですかみたいな、ね、そう、わかるかみたいなね、娘にさ、私がこうやって、そうやりましたよね。それ本編で使えばよかったですね。もう俺がこうなんていうかダメになってんのかって、逆パターンで、そう娘に言われて今度はそのなんだろう、そういうこう、まあ、ショッキリ的なね、こうなんかトラバースちょっとコメディ版みたいなこうリナにこう お父さんダメになってるのねみたいな、まあ、私今から解説するから、光もあれば闇もあるのよ、いいことも悪いこともあるの、それ乗り越えて頑張るの、分かったって押すっていういいなぁ、それやりたいなぁその番組中、今度こう皆さん、それをロケでどっかでね、こういうみんなでトラバスもいいですけど、そのシーンをちょっとショッキリって言われます、コメディ的にしてこう逆バージョンやるとかね、まあなんか俺がリーナに助けられちゃうそういうところはあっていいと思うんですよ。で俺がこうリーナって言ってこう、はぁはぁってリーナが戦ったと私が戦ってそう戦って俺がこう待ってるみたいな、なんかね、まあ、そんないろ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 こうなんかこうシーンで言えばこういろんなことできそうな感じですよね。まあそんな楽しみ方もトラバスあると思いますけどね。もうこれは、今言ったみたいなね、自分でこういうことを目指してきたにもかかわらず、やっぱり人間って弱いんだなって、自分ってこんなに弱かったんだっていう、ダメになっちゃってる自分をね、リナに告白して、リナがいるのにね、実はリナのこと目に入ってない自分にこう苛まされてですね、初めてはっとリナの優しさ、目線からリナの優しさ、俺の時ね、でもリナの目線、リアルなあの時の場面でもね、それを感じましたよ。なんかこう、ああ俺リナのこと全然見てなかったなっていうのはね、リアルでもやっぱりね、俺突っ走ってたもんね、あの時ね、結構バネ打っててさ、リナが、だからなんかそこをあったかくリナがね、まあしょうがねえなって、おっさんパニ、お父さんパニックってんなみたいなね、まあこととふっと見た時、俺ちょっとリアルと重なってね、これも考え無料だったですよ、本当になんかこの場面ですね、はい、リナは、まあ、波が綺麗だったらいいけどさ、まあ、一応このようやくこのシーンになったじゃないですか、はい、どうでしたか。いやーなんか最高です。はい、ありがとうございます。